第3試合は30分一本勝負のタッグマッチです。まずは赤コーナーのお二人を紹介したいと思います。最上真理選手ですけれども、今日は先輩と組んでね、このタッグマッチですが、はい、どんな試合見せてくれますか？元気のある試合を見せたいと思います。はい、頑張ってくださいね。はい、はい。そして今日はこの最上選手と組むわけですけども、三田悦子選手、どんなですか？そうですね、初めての大場所だと思うんで、ですね、プロレスが今日やってまた好きに なれるように引っ張っていきたいと思うんで、それでいい結果が出せれば。優しいコメントですね。そうですか、いつもと違います。本当ね、引っ張っていい試合をじゃあ見せてください。頑張ってください。続きまして青コーナーのお二人です。まずは谷山美奈選手、はい、今日はねかなり気合が乗ってるみたいですけど、はい、一生懸命、大先輩なんですけども、ガンガンぶつかっていきたいと思います。うん、ちょっと緊張してますか？はい、はい、頑張ってくださいね。さあ、そして今日はね引っ張る立場になると思うんですけれども、吉田麻里子選手。はい、引っ張る立場といっても、うん、まあ、自分は自分でもう好きなようにこうやりたいんで、谷山をそれぐらい気楽な気持ちで、うん、楽しくやってくれればいいなと思ってます。今年のね鬱憤を晴らすように暴れまくって。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。第3試合です。タッグマッチ30分一本勝負、三田悦子、最上真理対吉田麻里子、谷山美奈というですね、小川さん、はい、なんともこの両国で大胆なカード編成という感じがするんですけども、最上15歳の、ルーキーの大抜擢ですね。驚きましたね、はい、なんとこの10月4日に今年デビュー、なおかつ今年のオーディションで取った選手ですよね。そうですね、いや超新人さん、このスピード出世というの なんていうんでしょうかね。でもこれは驚くべきものがありますね。運動選手というの骨格いいですよこれ、はい、これから背筋に
あの背中に筋肉つきますって体してますし、なるほど、少年ルーキーですよ。いや、リング上すごく僕いいと思います、この人。まだね、子供みたいな感じなんですけど、うん、まあ、5年後ね、21世紀のスター目指して、はいはい、今日はその思い出ですよね、一つ東北でやったという、なんかドロップキック今こっちまで飛んでくんじゃないかと思って、はい、吹っ飛ばされるって感じですよね。まあしかしこの最上としてはですね、このもう願ってもない大チャンスにですね、まあ少しでもそのファンの脳裏にですね、まあ本当に何でもいいんですけれどもね、もうやる前から今日なんか負けてますからね、顔がね何かをこう焼き付けてほしいなという、はい、先日のよし、横浜文化大会でもそうだったんですけれども、はい、吉田麻里子がこのクラスのタッグに入るというシチュエーションは2度目なんですけどね、はい、この中入ると通常は巨体とは言えない吉田麻里子がこれはでかいでかいというですね、まあレスラーの体してるなっていう感じですよね、桃といいお尻といい、はい、なんといい、はい、もう三田に至ってはもう言うに及ばんと巨人ですよ、はいはい、もう今日は三田が一人でかいですよね。そうですね、さあそしてその新人同士最上そして谷山の攻防ということになりました。最上選手きっとものすごく人気出ると思いますよ、これから。そうですか、ええ、まあなんかこう現職清潔感がありますよ、現職美人というね、こだわってますよね。ああ見事なロックピックだ。小川さん、この谷山というのはどういう、谷山というのはね、まあ去年デビューしまして、はい、まあなぜか残ってるというね、なぜか残っている、結構面白いタイプのレスラーになると思いますよ。面白いタイプ、はい、先日僕もサブローになれるなんて言ったんですけどね、はい、タイプとしてはそうですよね。なるほど、今のモガミの返しはいいですよね。あの体のバランスがとっても良さそうですね、はい、どうやって肉をつけていくんだろうというのはこれからの課題でしょうけども、ね、まだまだちょっと体がねプロレスラーという体にはなっていないんですけれども、ワイルドキャットという名前をレジが命名しました、ね、ワイルドキャット、はい、それはモガミですか、はい、言ってましたよ、レジが高校出た年に子供を産んだらこの年だっていやいや、そうしますとすごい年の差、16ぐらい年違うって言ってました ね、あ17違うんですよ年が。あしかしこのクラスになりますとね、はい、ザ・ジャイアントみたいですね、片手、ああもうこれはやはりちょっと相手にならない、これはもう分かってはいるんですけれどもね、やっぱりこういうアンダーカードに出てくると三田の強さというか、強さというかね、でかさが分かりますね。いやいやいや、そして膝でフォール、危ない危ない、もう谷山すでに虫の息か、んやはりこの、あこんな高角度のパイルドライバーはまさに未知の体験でありましょう。谷山みな危ない危ない、ん吉田なんとかですね先輩としてフォローを入れていかないといけない、まさにこの未知の領域に今突入してしまったこの谷山みな。そして今度は最上、まあ当然三田としてもですねこの最上にですねいいところをなんとか引き出してやろうという意識で今日はリングに立っているんでしょうから、いやそういう意識って別にないんじゃないですか、ないですかね、戦いですから、うん、なるほど、特にキャリアが違う人たちですから、はい、ここまでキャリアの差があると別に盛り立てようとかそういうことじゃなくて、なるほど、ええ、若い人は若い人同士で当たったらいいというようなそういう考えもあるんじゃないですか、ね、なるほど、うん、最上の表情いいですよね、品がある可愛さっていうんですか、ね、まだあれですね、本当に真っ白なキャンバスって感じしますよね、きっと大人になったら雅子様みたいな顔、雅子様ようなああいう顔つきになるんじゃないですか、女子プロレスラー界初の雅子様顔、あの子ヒゲ生えてるんですよそれでいいじゃないですか子供であのメキシコとかにヒゲ生えてる、メキシコじゃなくてやっぱりそう産毛があるってだけ若いんですよ、そうですよね、すごいですね、あのヒゲみたいに口の下でしょ、それは17ぐらいのまでですよ、やっぱりそうですね、産毛、産毛若いですよね、いやいやいや、これから小川さんがどんなですね色を塗っていこうか、なんかこういい、ね、親心みたいなものをですね押してやって、ああやってやってあげればいいんですよ、見たも、うん、おチーム焦ったんじゃないですか、はい、今日はやらせてますね、見たもし、そうですね、吉田もなんかあ、あのやっぱりセコンドヤングライオネスっていいんですか、はい、若手軍団が、はい、ねやまとか言って返せよとかね、そうですね、あそして今やっぱり目の前で、はい、さっきあのコーナーに返してモガミ判別でしたからね、コーナーに返ってあーっとモガミに対して容赦ない